岩田百造は、株式会社、岩田の起源となる、岩田活版模型製造所の創業者であり、東京活字模型工業会の会長職を務めた。埼玉県川越市あよい町生まれ、川越人城小学校卒、1920年京橋区小引町一丁目11に、岩田活版模型製造所を創業し、活字模型の製造販売を開始。 1923年の関東大震災の後、工場を大森に移し、太平洋戦争中は軍事協力工場として繁忙を極めた。1941年新聞用扁平書体を完成。以後、多くの新聞社で採用されている岩田新聞書体の源流となる。1947年に岩田母系製造所として法人化。 個人経営時は敷地が130坪ぐらいだったが、法人化にあたって設立した新工場は1000坪と拡大した。その後、書体を増やし、多くの新聞社、観光庁、出版社、社食機メカーに採用され、昭和30から40年代には、岩田書体は、活字のトップブランドとなる。1953年に岩田明朝からだを発表した。後に、 日本の新聞や書籍において6割以上のシェアを占めることになる岩田母系の象徴となる書体である。1950年代に当時日本に数台しかなかったベントン母系彫刻機を導入し、鉛活字の元となる母系の高精度化と大量生産を実現し、日本最大の母系製造工場に成長した。1960年代以降、 全国各地に支店や営業所を展開し、そのうち一つとして1988年に山形県天道市にデジタル部門である岩田エンジニアリングを設立。時代の変遷とともに各社の統廃合が進み、2001年に岩田ボケ製造所と岩田エンジニアリングが経営統合し、株式会社岩田が誕生。 デジタルフォントの開発と販売を制御とする株式会社岩田がただ一つ岩田の名前と歴史を引き継ぐものとして現在に至っている。2020年株式会社岩田は創業100周年を迎えた。ありがとうございます。